吉田さん、銭感情っていう言葉があるでしょう。だから人間の感情を動かすと、それは銭感情につながるっていうことをね、聞いたことがあるんですよ。これは冗談みたいな話です、言葉遊びみたいになってますけど、まさにそうだなと思いまして、やっぱりね、キャバクラとか行くと、キャストさんの感情の動かし方によってボトル入れたりとかね、もうすぐ帰っちゃったりとか、いろいろあると思うんですよ。やっぱりこの子の前でいい格好したいなとか、自分の使ったお金がこの子の売り上げになるんだったら、笑顔が見たいなと思ったら、まさに感情のなせる技でね、そういうふうな行動、お金を使うって行動になるわけですよね。あ、ちなみにね、感情とはちょっと違うんですけども、FX オリガルヒ、今日もね、入塾生がいらっしゃって、これによって先月今月と合計でね、2名ずつ入ってくださって4名増えたんですよ。だいたい月に2名が私としても増えるマックスで、まあ悪い時でも1人は増やして増えてほしいなっていうのがね、やっぱりこう思うところなんですけども、FX オリガルヒね、今35名一応クレジットされてるんですけども、6割の方が一応ね、利益なんですよ、勝ち越してるんですよ。で、月に1回、月収100万を1回でも取った人ってもう6人いるんですよ。35人中6人は月収100万の体験者になってるんですよね。でもいろんなビジネスをする上で、35人が参加して6人が1年以内に月収100万を1回でも経験したかっていうと、そんな高い確率にならないんですよね。だからやっぱ本当にすごいなと思います、自分で作っておきながら。だからこれを自分さえ儲かればいいと思ってコンテンツ作ったりとかサポートしなかったら、やっぱり速稼塾としてね、役割が片手落ちだったと思うんですよ。でも FX オリガルヒっていう形でくくったところ、そこに参加した方ってのは、よし稼ぐぞっていう思いがあったわけじゃないですか。しかも私も稼がせるぞって思いがあったんで、それがうまいこと合致したかなと思うんですよね。でも吉田さんが言う通り、高い確率でね、100人中100人稼がした実績があっても、新たに来るあなたのデータは全くないですからねってことなんですよね。だからやっぱりね、実績のあるところに参加するのは大事なんですけども、じゃあ実績のあるところに実績のないあなたが参加するんだったら、あなたにはあなたの覚悟が必要ですよってことになりますよね。確かに。